産経新聞が10日付で報じたところによると、北朝鮮はこれまで開発して保有してきた核弾道ミサイルを日本に照準を当てており、ほぼ列島全域を射程に入れているという。同氏は、北朝鮮の金正恩国務委員長が、米国などの脅威に対する抑止力として核兵器を保有すると強調しているが、日本を狙った核ミサイルを配備したのが現実だと伝えた。産経新聞は、北朝鮮最高指導者の判断によっては、北朝鮮の核が日本にとって単純な脅威程度ではなく、実際に使用できる段階を迎えていると警告した。同氏は、北朝鮮が5年2月に核保有を宣言し、6年10月初めに地下核実験を強行して、以来、17年までに計6回も実施したと指摘した。北朝鮮が保有する核弾頭は少なくとも10から20発に達し、最大で60発と推定されると同氏は分析した。そのような北朝鮮は2018年、核兵器開発を実現したと公言し、東北部にある豊家里核実験場の坑道を爆破した。核運搬手段として北朝鮮は、日本のほぼ全域に達する中距離労働力を配備しただけでなく、米国領グアムを狙った舞水橋、無数弾など、様々な弾道ミサイルを保有している。北朝鮮は2017年11月、米国全域を射程に入れた大陸間弾道ミサイル ICBM 火星15型の発射実験に成功したと発表した。金正恩国務委員長は当時国家核戦力を完成したと公布した。これで北朝鮮の言葉通りなら日本と韓国、米国まで核攻撃の射程範囲に入ったことになる。さらに北朝鮮は昨年10月には新型潜水艦発射弾道ミサイル SLBM 北極星3型の試験発射を行い、日本排他的経済水域 EEZ 内に落下させたことで、日本は SLBM による核攻撃の脅威にも直面したと産経新聞は警告した。韓国の反応。日本列島はもともと朝鮮の土地だった。歴史の本にも出ている北朝鮮が真っ先に核打撃地域として日本を設定した。日本の浅知恵が見える記事ですね。自衛隊から脱皮して戦争国家に進むための布石を敷いていますね。北朝鮮のこいつらは日本の核武装を後押ししているな。北朝鮮はやり方が親日政権のようだ。日本だけにもっと力を入れるようですね。韓国、日本、台湾、みんな核武装しよう。北朝鮮核問題の解決ができない状況では、それが最善だ。安倍は、徳島に触れずに、対馬を返せ卑劣に扇動しているようですね。確かに、日本の右翼の立場では、北朝鮮のように良い言い訳はないでしょう。わやつらが、核武装しようと口実を探しているのだ。日本のマスコミの典型的な世論作りの扇動ですね。自衛隊の戦力増強が狙いです。北は安倍から支援金をもらったね。軍隊創設をできるようにしてくれと。日本と北朝鮮が喧嘩して2人ともいなくなれ。北朝鮮の原子力と兵器開発に使われた電子製品は日本製だね。これは産経新聞がコロナ19で安倍支持率の下落と国内世論の悪化を韓国に回しても大きな効果がないため安保を口実に北核とミサイルに回そうと努力しているのが見える。日本が核武装すれば中国、ロシアも核を増強し隣国のインドも核武装する。全世界が核武装で終わるね。我々も
核ミサイルがあれば日本全域を目標に配置するのに。ムンジェインが一番日本を助けている人間かもしれない。